はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていくんですけど、ね、サブロムを救う回がね、おやりに来てるんですけど、これサンダーの鳥、えぐくないか相手。サンダー誰で止めんの？電気無効枠もいなければ。ランクルス、いやーでも弾持ってるサンダーのジェットとかさすがに無理あるから、ね、うまい感じにサンダー通していきたいかな。で、めんどくさいのが、オーロンゲ、バシャーモあたりだけど。ドヒドに一回引いて、必死を巻く感じでもいいかってなると、フェローチェ、サンダー、ドヒドイででいいかな。ドヒドでいいね。これでいきま。で、ゴリランダーと対面した場合だけ、フェローチェの助け潰されんのめんどくさいから、って感じだね。ただ別の技でこだわるんだったらって思ったけど、ラプラスか。これ全然いいね。インファでがっつり削りに行ける。で、裏誰引いても、インファが結構重たくて、だからインファで突っ込みに行っていいかな。まあ、レヒレ引いてきてもいいかな。最悪、一番ダメージ入んないのレヒレなんだけど。初手代、まあ、だからな、ラプラスなんていつの、何年前の、何億年前のポケモンだよ、お前、それは。怖くねえんだわ。このイン、弱歩ちょっとめんどくさいけど、言うてダイマックス、ここで終わらせれるんだったら、ドヒド捨てながら、まあ、ターン稼いで、詰めれんじゃないかな。オッケー、いいパワー、弱歩？弱歩ではないね。はい、巨大戦術。で、これで次のダメージが、半分になっちゃうのがあれなんだけど、ただ巨大戦術はあられを振らさないから大丈夫で、一周回ってラプラスがでも盲点になってる人とか、いるんかな。でも、言うて順伝説のパワーで、ラプラスは無視できると思ってるけどな。トンボでドヒド引いていいかな。何打ってきても。まあ、ダイサンダーとか打ってこられるとちょっと嫌な話あるけど、相手のラプラスのダイマックス切れるんだったら、まあ、サンダーで詰めて勝てるでしょう。ドヒド引きで。初手のなんか早くて行動保証あるポケモンで、トンボ返りからゲーム作れるようにするのがめちゃくちゃ安定感あるな。ストリーマー一番安いね。はいはいはい。次、ダイサンダーなんかな。耐えてくんないかな。この、倍の倍、4倍、30ぐらいだから。ああ、大変じゃね、ワンチャン。裏全員に通るから、必死巻くか。ドヒドイだ、なんか攻めと相性良くするために。受け回すんだったら、キリがいいんだけど、まあ、このドヒドイでは、攻めの動き取れるようにしたかったから、っていうのもあって、キリにしたのと、まあ、キリあるとね、リュウマイドラパには安定するんだけど、まあ、フェローチェの、例えば、トリプルアクセルだったり、上からぶち込んだり、ミミッキとかでストッパーなれるから、まあ、なくても平気かな、みたいな。レヒレにはどっちみち、挑発あって、打たせてもらえないから、それだったら、事前にキリ、必死負ければ、毒らせれるようになってた方が美味しいかな、みたいな話もあって、こうなりましたね。で、これでドヒドは捨てていいでしょ。で、多分相手粘土かなんかなんだよね。フリーズドライ。粘土だよな。ただ、インファでこれは落ちるから。まあ、トーチか、ワンチャン成功したらいいなぐらいで打っとくけど。ちょ、今ね、構築をいろいろ考えてるんですけど、なかなか、決まったね、二連トーチか。別にどっちでもいいっちゃいいんだけど。雷、はい。なんか結構そう、構築を考えてるんですけど、なかなかまとまらずに、でもとりあえず、そう、その動画にしたいっていう話もあるし、あと、毎日潜り続けたいなっていうのもあって、この構築で一生やってるんですけど、さすがに、次の動画ぐらいから中身変えたいと思ってるけどね。ちょっと落ちか。失敗するまで押し続けるわ。さすがに、そんな無茶苦茶させてくれなくて、ただこの HP、フェローチェのインファで取れるから、それでいいよな。
で、裏サンダーで多分全部詰めれると思うんだよね。止めれるポケモンがおらないはず。フェローチェから入って、ここインファでいいでしょ？で、フェローチェ雑に捨てに行った方がいいかな。つぶてとかあるかな。フリーズドライ、水技、雷。ないよね、オッケー。プラス、地味に色違いだったけど、さよなら。で、一個早くなったフェローチェが盤面残って、こういう展開の時はな、やっぱ A か C が上がる方が、パワーあっていいんだけど、まあ、できれば A が上がる方が、パワーあっていいんだけど、ただ、能力値的には、素早さが一番高い方が、いいんだよな。抜ける相手考えると。攻撃の数値だけ単純に上がってくんないか、お前。そうするとめちゃくちゃ、便利になるんだけど。馬車はまあまあでも毒るから、いいでしょ。インファで切っていいよな。なんかやばい技。まあ一回守ってくると思うけど、守ってこないね。勝った。こんな硬いもんなの？馬車を持って。あ、あれがあるからか。うっかりしてたわ。オーロラベールがね。それでもさ、半分ちょいぐらいまでしか行ってないってわけでしょ？えぐいな、こいつ。ベール切れる。で、まあ、この眼風がうざいけど、眼風がうざいけど、まあ、S が元に戻って、基本的に何でも抜けてると思うから、まあサンダで GG なんじゃないかな。ダイジェットでいいよね。 OK。 じゃもう一戦いきます。結構なんかあれだな、強く攻めてく、なんか固まったんだけど。おいおいおい、ちょ待て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 降参に切断ね。はい、どうぞ。じゃあもう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。なん、せっかく切断するんだったら降参とかしないで切断すればいいのにね。その方が時短になると思うんだけど。で、降参するんだったら、別にどっちかでいいはずなんだけどね。これはサンダーの、第サンダーをランドロスでどうこうみたいな。これ受け回していきてえなぁ。ドヒドバンギカグやって投げて、レヒレがめちゃくちゃめんどくさい話あるんだけど、ドヒドで先に切りさえ、必死さえ受けてればバンギで大魔切って、一回引かせて、みたいな展開にしたいけど。ちょっと無理あるかな。だから、バンギーナイト、サンダーがだいぶめんどくさいけど。いや、これフェローチェの方がいいな。結局サンダーもミッキーもポリツで止まるのが、ダメだから。で、インファをしとけば、鉄火具合にはそこそこ負担かかるでしょ。で、トンボで裏に引くんだったら、それはそれでゲーム作れるから、フェローチェ、鉄火具やドヒルドがいいんじゃないかな。ポリゴン2とかちょっと軽く見てるけど、鉄火具やを有利対面で置きに行ってから、ヤドリギとかを入れたまま戦えるんだったらなんとかなると思うけど、これで行きま。本当はサンダーめちゃくちゃ持ってきたい相手なんだけど、交代読みとか全部通せば相当圧力かかるんだけどね。あのね、ポリツは突破できないんだよな、 HD だと。で、多分、鉄火具屋が物流系みたいなノリになってて、ランドロスの威嚇絡めて、助けに来る感じだと思うんだけど。な、この環境突破集めた、こういう構築がやっぱ強えよな。フェローチェから入っていて、何をすべきかな。この、そう、環境トップ6の、まあ、ミミッキーの枠が3段になったり、ちょびちょび変わったりみたいなのはあるんだけどね。こういう、構築。だから、フェローチェ雑に行っちゃいけなくて、ランドロスの最速容器、最速スカーフ考えるんだったら、こう、素引きするべきなんだよな。だから、それでも相手はトンボでしょ？だから、トリプルアクセル考えたら、それは押せないはずだから、まあ、いいや、持ち物確認の意味でも普通に。引いた、これ多分、崩しのランドロスだね。はい、鉄火具や。いやー、これ鉄火具屋に鉄火具屋投げる感じだと、鉄火具屋が疲弊しちゃうんだよなー。まあ、フェローチェでケアが効くから、ここはこっちも家具屋投げるでしょ？
残飯。いやー、これ相手ね、ただ、お互いに右側にあること考えると、ヤドリーから打ちたいんじゃないかな。お互いヤドリギなら別にそれはそれでいいんだよな。ただここ相手だけ一方的に身代わりを張ってくる展開が世界一だるいけど、技次第だな。ただ身代わりがあるタイプのテッカグヤなら速さは同じだったね。このテッカグヤのんきで加工補正かけてるからまあまあ遅い方なんだけど、これでも大丈夫だったけどね。これでお互いにライフドレインし合う感じになるけど、ね、多分そんでこのテッカグヤ放射持ってんだよな。だからこっちのテッカグヤをそれでいたずらに削りたくはなくて、この状態で引いてくるかな。守った時に引かれるのもめんどくさいでしょ。これ多分でも土俵に引いて大丈夫なテッカグヤだと思うんだよな、多分だけど。ここはさすがに相手守るか放射連打だから。いやー、こっち下から回復したかったなー。それだけで全然。オッケー、火炎放射。で、ここは相手多分宿り切れてから引くかどうかみたいなのと、ランドロス引きだったとしても、ランドロスにネット入るから。いや、ただこっからレヒレいること考えると、必死先に巻いときたいか。あー、必死だな。で、これでポリツーも結構楽勝になってるのと、で、相手毒菱回収できないから、これで OK だと思うけどね。で、放射ある鉄火具はさすがに身代わりとかないから、お互い宿り気が入ってるし、一方的にはめてくることはできない。てか、むしろこっちの方が熱湯やけどまで引くと、相手残飯も潰れて、辛くなると思うけどね。ここは熱湯でいいかな。ランドロス引き。まあでもステロ巻かれてないから、鉄火具は投げてまだ間に合うか。で、エスバポリツ、なぁ、サンダー以外は全部、ケアできてるけどね。これサンダー引きだるいなぁ。ランドロス、鉄火具やサンダーって来てて、来たとして、いや、ラストサンダー全然あるなぁ。ここ相手引きだと思うけどなぁ。サンダー引きはしたら、こっちフェローチ投げときたいけどなぁ。ちょ、投げれないわ。引いて誰？サンダーやめろ。ランドロスはまだ大丈夫。しかもネット一回チャレれるな。いや、まあランド引きやんだったらフェローチ投げてトリプルアクセル打ちに行っても全然いい場面だったけど。ちょ、焼いてほしい。めっちゃ入ったね。急所でしょ、これ。そうだよね。よっしゃ。ただ、急所より焼く方が大事なんだって。いやーでもランドロスこれでダイマックスされても、だいぶ圧力ないのが、助かってるけど。あとランドロス削った上で TOD も、こっち有利に進むから、ドヒドイではまあヒットポイントま、なんか無限なポケモンだから、事実上関係ないみたいなとこあるしね。まあ相手崩してくるとしたらここで剣舞で次ダイマかな。それが多分一番、ボガエリー。これ多分ね、イジスカーフか、なんだろう。陽気スカーフなら、初手トンボから入ってきていいと思うんだよな。あー、これサンダー出てくんのか。ね、これをフェローチで切り返して、全突破かな。全抜きで。第3弾から来るんだったら、鉄火具は死ぬんだけど、ちょ10万耐えないかな、ワンチャン。弾だったらちょっときついけど。オッケー。第3弾だったら鉄火具は死ぬけど、3弾早くなんないから、フェローチで、まあ、なんか、たん頑張る感じで。ねえ、ま、もう、ちょっとここ外すの相当やばい。ちょ、ここ外したの痛いなぁ。外したの痛いなぁ。これドヒドの方が捨てていいポケモンだよなぁ。こうなるとドヒド、鉄火具は捨てて、
フェローチェでトリプルアクセル打ちに行く。相手はこう10万でいい場面だね。ドフィード残して、まあドフィード残しでいいか。いやー、しく、ちょ、ダイジェットとか打ってこい。10万だよね。いやー、ヤドリー入って守ってで、ちょっと削ると、トリプルアクセルで、ワンパンができるように。ここダイマックスで多分耐えれるよなトリプルアクセル。いやー、ちょっとでも削れてれば全然、あったんだけどなまあ、ヤドリー外しある技だからしゃあないんだけどさ、めちゃくちゃしゃあないんだけど。前このトップログみたいなぶなんか受けループでぶっ潰すみたいな動画出したのに今度ぶっ潰されちゃったんだけどな。急所一発ぐらい引け。避けてんだからお前ヤドリギ。弱砲。遅いサンダーだったりしない？耐久振ってて。三発。あ。いや、これ遅いんじゃねワンチャン。トリプルアクセル三、まあ耐えるか。不一致だし。って感じだったな。ドヒドがまずめちゃくちゃいらなかったのと、バンギーいても鉄火具は重いしな。やばい、受け回し。さ、今までは受け回してさ、そのさ、2枚でくるくるして、PP 枯らして、見れてたものがさ、TOD あるせいで、明確にそれも対策する、そのなんか、雑にこの2枚で、まあ見ればいいかなみたいなノリが、通用しなくなってんだよな。ちょ、一発急所引くだけで、ワンチャンある2発目か、3発目の急所引け。これ、ここ、救助、救助、救助。こっから鉄火具は突破できなくて負けだね。しんどいなぁ。まあ、ミミッキュいたらどうにかなってたかっていうと、そうでもないから。まあ、しゃあないんだけど。やっぱ、こいつは、トップログが強えよな、めちゃくちゃな。なんとか潰したかったんだけどな。ぶっ潰せねえか。まあまあ、しゃあないね。じゃあまた、次回の動画で。あ、チャンネル登録と高評価頼みます。バイバイ。